ガンを忘れた。影足になってる。クリエイターのナンバー。毎日が中東でのゆうきです。今回は持ち込み企画ということで、一船の10番会になります。皆さんよろしくお願いします。乾杯お願いします。じゃあ一番年下から。年下から、うん、年下の乾杯を。いやいや、今日は歴代の先輩と飲めるの楽しみにしてます。よろしくお願いします。乾杯。よしさんから今年齢順になってますけど、44。しきさんが43で42になります。本当は私の席に北島さんが座ってるはずなんですよね。北島さんはお元気ですか？元気だったね。この間7月に会って選手権の解説一度やってくれてたから。あ、そうなんですか。うん、今何されてるんですか？それ今は大宮のトップコーチ、アルディージャのトップコーチやってて。あ、そうなんですか。うん、まあ私だけ唯一一船じゃないので、ただまあ出身が千葉なので一船には非常に憧れ持ってまして、今日はいろいろ質問したいなと思ってるんですけれども、皆さん10番ですよね、歴代10番。これ10番を選定される条件みたいなのってあるんですか？条件なんだろうね、条件。でもあれがあるじゃないですか、大体その背番号でっていうのがあったじゃないですか。1年生の時に何番、2年で何番で、3年だと10番になるっていう、あれあったよね。それを作ったのがヨシさんって聞いてます。そうだから、ヨシさんだって1年生は18でしょ。1年生の時13。1年生だけど何でもいいのか。そうだ、前そうなんですか。そう、ヨシさん13だった、インターハイ13だったもんね。そう、1年生の時ね、活躍して、もう大活躍、ブレイクしたの、インターハイ。2年生の時に15番をつけると、翌年は10番っていう、流れが多分これから始まってる、うん。そうなんですよね。知ってる限りだどこまで来てる。彼もそう。そうだよね。うん、彼もそう。どこで崩れたの。崩してないんじゃないですか。結構、あ、でもやっぱり龍造さんになってからもうあれなんですか。だってもう2年生が若い番号をガンガンつけるようになったから。まあさすがに2年で10番はいなかったけど。そうだよね。だから宇野先生の時はもうずっとそうじゃないですかね。あれが不思議だよね。うん、なんで吉さんから始まったんですか、その2年で15番って。いや、大体俺から始まるでしょ。大体吉さんからだった。大体始まった吉さん話いっぱいあるんだけど、だってもう僕らで言うと上の本当に規制とかの年近いからね。もっといろんなことがあったんだろうけど、なんかいろいろと変わりつつあったのは多分俺ぐらいからだと思う。パフォーマンスとか許されたのね。そうそう、すごいでしょ。笑っちゃうけど、ハーフパンツ履いてなかったんですよ。ハーフパンツを導入したのね。今なんか当たり前だけど、当時なんかないんだ。ハーフパンツだよ、普通の短パンしかないんだ。一回だから、いつだったかな、でもしかも購入の時にフリューゲルですとサテライト試合しに行った時、横浜の方は行ってハーフパンツ履いて、お前なんでそんなの履いてんだってすげえ年上に言われたんだけど、青で揃えてきたら大丈夫でしょ。あ、宇野先生にもお前なんかちょっとおしゃれなもの履いてるんだって言われて、普通ならばそこで怒られるんだろうけど、俺その試合でね4点が取っちゃって、で翌年のウェアからハーフパンツが取りされた。ハーフパンツさんは違うの OK だな。当時他の高校も履いてなかったんですか？トレンドではなかったからね、うん、履いてないよね。まあ、クラブとかは履いてたんですが、うん、ベルディとかマリノスとかは。高校とかの、うん、先駆者ですね。そう、そこまで来たらこれもいいかなって思ったのが、当時あの清水商業の中で友達いて、表彰のユニフォーム着て練習やってた。だからね、俺だけしか許さない。なんでもある。やばいよね。やばいんじゃないですか。普通さ、高校生とかさ、一番なんかしっかりしてるからさ、ちゃんと上あるじゃん。普通の高校行くとないじゃん。なんかどっかのヨーロッパの来てみたいとかさ、そんな感覚。まあちょっとどんな感覚をしたのか。そこだけがあるんですよ。だから本当に怒られたら、本当に一回でしょ。やっぱ結果が出てると怒られないと。結果が出てるけど、ただ怒ったらこいつは多分やる気をなくしちゃうと思う。だから、あ、接し方を考えてくれたんだよ。だから俺別に卒業してから本当に野村先生のこと嫌だっていう人もいるけど、俺ないもんね。普通に肩組んでしちゃってくれる。俺は肩組めねえな。四季さんから見てヨシさんどんな先輩だったんですか？いや俺はもうだって地元でもう近いからもうずっと知ってたから、はい、でも憧れだよ。憧れの先輩で、一向上のサツキに浅岡隆三もいたから、でいつも試合とかもよくしましたよね。そうだから浅岡隆三が嫌いだった。だから中3の時の練習会とかだって俺と一緒にしたもんね。そうですね、うん、
だからヒロさん自分を持ってるから結構ね。俺が持ってないって言ってた。で怖かったからヒロさんマジで。マジで怖かったから。一緒行くぞっつって。そうだから結構毎日だよ。うん。そうだからまあもう憧れでしかなかった。いつから小学校の時から。小学校の時も俺実はあのね千葉市のねミニサッカー大会でねすげえでかくてうめえやつがいるっていうので俺知ってる。ずるいんだよミニサッカーで。スローインでそれをヘディングしてそれだけで勝っちゃうの。いやなんかさロングスローの先駆者だし。こうやってやってさ足キュッキュッにしてさこうやって投げたらヘディングしたらダーンってヘディングしてそれで勝っちゃうの。あれは止めらんねえわ。だからそこで覚えたのがバックヘッドですよ。うん、でヘディングがまた綺麗だったからね。そうそうそう。でシュートもミニサッカーであのシュート打たれたら止まねえだろっていう。すごかった本当に。難しいね。我々見てるものからするとヘディングって印象はあります。いやだからヘディングしかできないと思われてるけど、うん、そんなことないのよ。頭右左ってすごい。だから左の印象は強いですよね。そうだから本当にね、都市サッカー好きかっていうぐらいの左を持ってたんだよね、うん、俺中学校の時本当に左利きだと思ってたそう、だって俺雑誌とかに左利きのストライカーって書いてあるね。右ですけど本当に左か頭かって感じですよね。だって選手権組だって結構左で打つもんね。左東の総馬戦とかもあれ左で打つね。でなんでもう右足で蹴れちゃったから、中1からずっと左足使ってたから。でだってノンステップで左足でサイドチェンジのボール蹴れたもんね。マジですか。そんな人いた。いやすごいんだよ。だから打てば入るんだから千葉君。いやだから違うんだよ、俺が打ったのもゴールだからね。うんゴールがあるから打つわけじゃないよね。手が入るし、コーナーだと絶対入るし。だから俺らは作中で、サスケオが中でやるときは3人マークつけてた。マジっすか。うん、へぇ俺のしもべたちが3人ついてた。俺のしもべっていうのは朝岡のチームなんだけどね。俺らの学年が出てて、俺らの学年が森崎つけてた。それ10番回の話じゃなくなった。いや、いつは聞きたいですよ。10番回になると思った。お前は思いそうだよ。なんかやってて思うじゃん、高2の時はさ、俺翌年10番じゃなくて、2年生でなんか出てさ、上の台で出てたらさ、そういうのあるじゃん、うん、でもだから15をもらったらそんな意識はしちゃいましたよ、ね、当時は、うん、でも俺ほんと10番もらえたのが、結局俺3年の時腰怪我してさ、関東大会もインターハイも出てないんですよ。最後選手権の準決勝からって、で選手権の予選のユニフォームをもらったのが初めての10番。そうだから俺多分選手権10番じゃないと思うさ、自分の前は。もう関東大会も出てないし、でそれこそ俺はもう2年の北島がつけんじゃないかなって思うさ、もう選手権は。で俺ずっとインターハイも出てないし、そうで俺ちょっとねドキドキしましたもん、その選手権予選が始まるっていう時にユニフォーム配り、マネージャーからもらう、下手したら俺10番じゃねえな、また10番かもしんねえなみたいな。で北島がつけんじゃねえかなっていうのがあったから、高校選抜春に帰ってきてそこから怪我してやってる。そうそうそう、だからあの高校選抜の時も本当だから針打ってましたから、ずっと針打ってでしたから、みんなね一校目の先輩たちがどっか行ってどっか行ってっつってね試合出たんですよね。遊びに来てるだけだこの人たちと思って、ね、まあプロがいたからプロの人たちだったから多分それもあったと思うんだけど。市船ならではの10番の役割ってあるんですか。ないでしょ、10番か5番かって言うてるね市船。うん、どっちかキャプテンですよね大体。10か5だね。5がディフェンダーの要で、あれ5になる人も2年生の時何番ありましたっけ。それはなんかそれはないな、ないっけ。ないな。でもさ本当全然話変わったけど、和田さんみたいな、和田さんが3年時選手権で10番来てたんだけど夏までは8番だったで、水島選手の10番、あそうなんだ、そこの入れ替えはあった。15番つけて10番になったやつ、翌年の選手権で勝てない。勝てないでしょ。勝てない。で、勝てない。僕は勝てない。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 はい。でも北地は優勝してますよね。北地優勝してる。でお前15番からノブの下の俺は西が15番の10番でつけてる。西紀弘って選手権負けたでしょ。俺は負けて翌年負けてます。2年連続出てないんですよ。あ、そうだ。俺見に行きました。本当ノブたちの決勝、あれ、カチカチだよね。カチです。延長で、レアルだね。完全に延長で走り負けたっていう。びっくりしたもん。なんだよ、こいつらと思って。いや、あの時、本当に言いたい。いろいろ言いたい。10番ってずっとつけてた中国。中国、まあ、小学校からずっとそうだな、確かに。でも、
千葉来た時は3番だったけど、なぜか俺スイーパーだったマジで。あ、そうなんですか。俺スイーパーだった。まあチームでは前の中盤だったけど、なぜかスイーパーにさせられてスリーバック、うん、全国大会に出てから、まあ、中盤に戻ったんだけど、全国大会の予選は船橋 FC がもうどうしても強くて、でそこに勝つためにだから予選はずっとスイーパー。そうなんだ、うん、3枚の1番だ、まあ、昔からテクニシャンっていうイメージがあったよね。俺らの代のスーパースターだった。だってお前小学生の時どんぐらいしかなかったし、身長そうだ、だって全国大会に出た時138センチだからねマジっすか。山根から見て、四季さんは山根が1年の時に四季さん3年だもんね。そうそうだよね、うん、でも山根レギュラーだったもんね、1年から。レギュラーじゃないよ、俺は。あ、レギュラーじゃないの。途中で使ってもらえるかなぐらい。夏まではそんな出たことない。 あれ東福岡って出てた。出てた。まあそうですね、だから怪我しましたね。内藤さんかな、真子さんか。真子と真子と真子と怪我して、そう、俺がトップ下に入ったんじゃないかな、確か。あの時は東福岡で、ノブが出てたんで。あれなんで蹴っちゃいけないようなやつが PK 蹴る。未だに YouTuber やん。ああ超ゲルで蹴っちゃいけないようなやつっていうか、ヘディングが得意なのに PK 蹴ってるやつって言ってる。うん誰か言わない。もう10番つける機会ないもんね。ないっすね。10番つけてる人ってみんな J リーガーになってるんですか。そう、それは俺も今ずっと頭の中で結構続いてるっちゃ続いてると思うんですよ。リュウシさんからは続いてると思うんですよ。ハマさんないでしょ、その前ジュンさんでしょ。鈴木ジュンさんないね。ないでしょ。ここから上が分かんないから、ジュンは。水内さんもないじゃないですか、野口さんだけど。すごいね。水内さん15番だったんですよ。15番、10番。そう、15番、10番。水内さん。知らないでしょ、水内さん。知らせよ。知ってる、水内さん。はい。すごいね。だから上が、そうですよね。だから10番。優秀さんからは続くんじゃない。優秀さん、俺、北地、野口。どこの下か分かんない。野口広。西。西の下かね。原。あれ15の10で、あ、本当、はい、優勝しますよ。えで、一としてはシュンタですよ、15の10。お長いシュンタ。そこまで来たね。うん、あいつ2年で15つけてた、俺、見に行ってるから、あれで。シュンタの下はね。シュンタの下が、そこが、10番が安倍翔なんですよ。ああ、はいはい。安倍翔ね。左サイドバックだったグランパス行った。筑波経由でグランパス行って、で、あいつが2年生の時に何番か分からない。でも10番なんですよ。10番でプロには行ってるんですよ。その下になると、すごいね、今度の中と下は あいつらです。で優勝した宇野先生の最後の年です。あ、彼も2年で、原和樹。原和樹、そう。15だったね。あ、違うか。違うよ。あの時の10番は。あの時10番、原和樹だと思うんですよ。そうだよね。原和樹。で、その下に彼が15の10。そうだ。そうですね。じゃあ原和樹、そうだ、原だ。そこまで進んだね。じゃあ、安倍将棋はそう、安倍将棋枠で、そっから俺はプロ途切れちゃうんだよ。何、西和田さんが途切れちゃうんですか。途切れちゃう、あのね、それこそ俺がコーチになって渡辺裕二っていうやつは15の10だったけど、15番の10番だったけど早稲田行ってプロになれなかった。今教員やってなりたかったけどなれなかった。高校の時はオファー来てたんだけど、はい、それを切って早稲田の大学の方を選ん で大学経由でって考えてたんだけども怪我が多くて。ああ、そうですね。行ける力は間違いなかった。どうかみんな言ってるのかな。その下も15の10で厚坂、中村厚坂。あの、高大の時かな。選手権の決勝行った彼たちの一個下が、渡辺高大。ああ、あれじゃない。森野は15の10でした、ね。あ、そうですね。高大の一個下ね。15の10で、10秒行って。でも、高大の代の10番は榎本っていう190センチのフォワードだったんですけど、だプロ行ってないです。さすが長いことだけあってすごい歴史を知ってる。だから野先生、だから吉田の時から野先生が最後まで行った時は途切れてない順番。そう。今の言えないですよ。大丈夫。ここであった。吉田先輩から目つけられなかったですか。いや俺だから上に可愛がられてたから、一回だけキーパーで取ったやつって、今熊本のスタッフ、一回だけ二人だけ正座させられて広庭に。うるさいんだよ、ほんと。あ、1個でさ、ダメだった、世代的に。ダメちゃった。人数も少なくて、はい、あんまり強くなくて、まあ、結局、正式に言えたんだけど、3年が2年をいじって、3年から1年っていじられない、見取り図に言うと。直接手は下さないで、間。でも、
うちらが1年の時3年生すごいよくしてもらってたから、3年の命令からとてもじゃないけど来てるわけじゃない。で2年はもう1年が本当に面白くなくて、で正座させられて2人で、たまに俺さ2人でやっちゃうぜっつって1人しかいねえしだって、ほらって俺が最終的に先生来てほらって言ったら、ガラガラガラって後ろから5人ぐらい来て、後ろだけボコボコにされてで、その時糸満何してたかって言ったら、正座して下向いてたんですよ。来ないのかいっつってボコボコされたんですか。うん、それそれ髪の毛超抜けてさ、岩見先生ってコーチがいて、何やってんだっつって来て、こいつら一人で何もできねえくせに、こいつらどの方が超大きいじゃないですか。で、この前年末岩見先生と会った時に、その話覚えてますかって言ったら、覚えてないって言われて、それぐらいしかない。でも結構今だったら大事っすよね。そうだね、まあでもそう、まあ、そういう時代だった、ね、昔は。絶対にね、嫌なやつって一人いるんだよ、上見てもいるでしょ。今はもう上下そんななかった。友達感覚だもんな、そこら辺。俺がなくしたんですよ。俺が本当になくしたんですよ。俺が3年の時に、その俺が1年生の時の3年生がそれだったじゃないですか。ヒゴさんとか慎太郎さんとか、慎太郎さんなんて俺1年生の時一人でトンボかけてんのに、俺ちょっと今日彼女のデートだからまだ帰らないからってセンターサークルに座ってて、慎太郎さんがどかないですグランド整備できない、先輩が座ってるからそこの周りだけはできなくて、ずーっと俺こうやってますよ、ずーっといつ行くんだろうなあの人って。もう完全に嫌がらせなの、練習してないのに座ってるわけなんだもちろんいい人もいたよね、うん、そういうのがあって、だから本当に夏合宿とかをもっとひどいようになるんで、ただ俺夏合宿の話できない、何度か知ってる2日間しかやってない、1年ぐらい1年ぐらい見てんねん、1年ぐらい国体だもん。じゃあ鈴木修斗だっけ、あいつなんか1回もやってないって言っちゃう。国体が入ってたからさ、布先生とずっとセットで動いてたから、そうだから辛いことを経験したことがない。2日だけ辛かった。合宿ってやっぱ辛いんですよ。辛いよね。合宿はもう、ひどい、ひどかった。ひどかったっていうか、まあ、今さないといい思い出。いい思い出でした。だって俺が1年生の時だって、6泊7日行ってるんですよ。福島に。で、吉さん途中で帰ったのかな。宇野先生はね、行ったんですよ、最後に。本当に途中で帰ったのか、行った。宇野先生、2年の時、国体のあれじゃなかったんじゃない、吉さんは。いや、違う、あれだよ。すごい、俺が高2の時の国体の、監督講師なんですよ、宇野圭一郎と本田裕一郎、いずれもローが作る。途中で帰ったのかな。でもね、すっげえ辛かったの。でしかもインターハイ入れなかったじゃないですか、鳥羽三大って。で、学校でも合宿やったの覚えてます。トップチームは学校合宿からそのまま1週間の夏合宿。よしさん、なんかいなかったのかな。いや、そんなことないよ。あ、俺でも1回ね、ユースの代表の合宿行ってる。そうか、秋葉さん倒れてましたもん、その学校合宿で。すげえげつない走りばっかりで走りがきついんですか。走りがきつい、ずっと走ってる。走るしかない、うん、あ、そうなの。夜もずっとサッカーで走ってるし、夜練もなんか、スケジュールがすごい辛いでしょ。でしょって聞くしかないじゃないですか。スケジュールが辛いって具体的な1日のスケジュールってどんな感じなの。6時ぐらいに紅白戦ですよね、早朝。福島はね、早朝朝6時、まあ、しく6時には1試合目やるから、ね、5時半とかにはもうグラウンド出て、で飯食って午前で、ね、知らないな、モーニング。いや俺知ってる、だって俺は1、2年行ってる。俺も1、2年、3年は行ってないけど1、2年はしっかり。で午後練何時くらいですか。午後練が2時ぐらいから、2時ぐらいからやって、で最後のロードだもんね。ロード10キロですよね。でスキー場なん山の中だから、本当そうだよね。朝練、午前練、午後練、ロードで4回ぐらいでしょ。練習っていう練習じゃないもんね。ランナースタイルになってね、ずっと1対1だから。で、何かあるともすぐに走らされるっていう。ボール見つからなかったら、延々とダッシュっていう。うん、後ろ山だから絶対なくなるんだよ。ボールねって言って。なぜ言われないですよ。みんな苦労してきたってね。してますよ。ってことじゃない。あとなんか虫がいっぱいいるじゃん。ブヨ、はい、ブヨ、何の方が耐えらんねんね、泥水飲んだよ、俺1年生の時。それ本当の話ですか。本当だよ、だって1年生の時は水飲めないんだから。水飲んでこいって言ったら、あそこ蛇口一つしかないじゃん。一つしかないの。で、気温バーって、トップとか水道なんかは3年生とかがもうここぞとばかりに一回水入れていくじゃん、うん、でもすぐじゃん。で、それを遅いとまた走らされるじゃん。
うん、でも水飲めない。飲めないですね。で、俺たちはもう泥水の上をこうやってすくって飲むか、あそこの流れてる、上から流れてくるドブの水をこうやって飲む。みんな1年生がもうドブにこうやって並んで、ドブの水をこうやって飲む。綺麗だから大丈夫だって言われて。それ今でも続いてるんですか、その。合宿やってるよ。うん、同じような内容。いや、全く違う。全く違う。もう本当に強化として、強化として、まあチーム戦術を落とし込んだりとか、そんな陸上を起こしてない。いつ頃からこう切り替わったんですかね、昭和のやり方と。ずっとコーチでいる中で、やっぱり、浅岡隆三になってからは、まあどっちがいいのか悪いのかわからないけど、ただ16秒っていうダッシュは必ずやってる。であとそのロードもやってたし、あのロードがやっぱりすごいいいみたいなね。うん、とかやっぱ坂道ダッシュ、フィジカルコーチが今いるから、普段やっぱ坂道ダッシュとかってなかなかできないから、ああいったところで本当にやったりすること、あとはやっぱ下り坂は本当にいいみたいなね、もも裏のところ、上りは前だからあれだけど、裏の筋肉がつくから。ロードの時16秒さ、44秒じゃん。はい。どういう系だった？あ、ぴったり入って44秒でスタート系だったな。そうっすよ。あ、向こうで行ったら残って そこで待ってスタート。ああ、これが1年と違った。16秒で44秒で帰るんですか？みたいですね。それ超辛い。帰った方が辛いですね。辛いよ、間に合わないんだ。動いてる時間がそれだわ。俺あんま走った記憶ってそれもやってないんですか？あとあれだよね、東大グランド走るとかね。あ、サーキットね。さっきとさ、すげえ面白いけど、東電グランドってあれ軽いじゃんか、すごいでっかいと思って、2月ぐらいだよね、あれ。ノブ1年までやってないもん。そう。1回行きましたね、東大グランド。1回しか行ってないの。うん。あれ、なんだろうね。冬に雨降った人がいないんですよね。うん、そっか、俺が3年の時で終わってるから。あ、終わっちゃってんだよ。仮に雨降っちゃったんですよ、東大グランド。で、行ってるはずだよ、お前。1年生の時。1回行きましたよ。すごい、長く走れるとこですよね。だから、じゃあ、俺が3年の時ぐらいからね。一方で行ったことない。そう、ユースの時、ユースでしょ、だからね、あの時期ね。うん、いや、もう、ユースって、いや、あのね、違う、そう考えないようにした。だって、宇野先生はその一緒に走ってたから、34歳。で、いつもトップでさ、デッドヒートしてるわけさ。で、これを考えた時に、ビリで走ってて、隠れちゃうんだよ。地味な。だからね、辛くなって。で、一回茂みの中入ったら、蜂なら変でもしれんで、先に行為してちょっと危なかったで、あとほら東大グランドでやると家帰るの早いからね、うん、そうなくなって。まあ確かにね、早く終わるし早く帰れるっていうのは俺の特権だったね。東大グランドの地元だったから。つらかったね。つらそうだったよね。あれは危ない。だって初め坂道ダッシュから始まってすげえ音符ダッシュで次手押し車だからね、坂を。それやってないですよ。それ終わった後、クロスカントリーが始まって、で最後リレーだって。最後リレーが山広いので、2人組で。リレー上手。最後のリレーでもうみんなヘトヘトで、こうやって山登るから一回隠れるのよ、その山登ったところで。出てこないもんね。上で取っちゃって、パートナーが全然来ない。で、みんな、もうこんなの言えないけど。帰ってこないっていうね。そのまま救急車座体になって。そう。もう帰ってこないっていう。手押し車なんて何の意味もないのかな。手押しとかきつかったもん、ジャッジとか。これ始まってないな。もう優勝したやつ卒業してのシーズンになっちゃうのね。1月選手権終わって、優勝したとか。で、その機会行くじゃん。行くのね、週に2回。で、風戸ってキーパーが行きましたね。寿司屋さん。ね。まあ、朝から来て、昼休みにチョコレート味のカロリーメイトを食べたんですよ、ね。で、サーキットの東大グランドの中で最初、坂道ダッシュやってて、坂道ダッシュの途中で、あいつ吐いちゃう。それが本当に赤かった。で、みんなで、風と違いますって。もうみんなで、超アピールして、風と倒れます、そのまま倒れますって。風と違いますって。ずーって言って、いや、ちょっと多分これ、昼の直後でカロリーメイトですとかって、いや、いい、そのまま倒れてますって、その後、カラソケやられてたからね、てめえ、嘘ついてんじゃねえよ。市船がなんかライバル視してた高校って、どこなんですか？奈良高。あ、奈良志望か。
習志野のあの緩い感じがどうしても好きになれなかったんだろうね、宇野先生もね。緩いんすか。緩いよ当時は。緩いよね、緩いよね。2ゲームしか練習やってないしね。あ、そうなんすか。そうそうそう。なんか千葉からすると奈良子もやっぱり名門っていうイメージが。名門中の名門だよね。ですよね。絶対負けんじゃんって奈良子にはしかも宇野先生の家、奈良子の家しかすぐ近くだもん。じゃあそのボールを使って技術練習がメインだったってことですかね。奈良子、奈良子、いや奈良子多分コーチでしょうね。まあうまいやつだからね。あ、そうなんですか。結局みんなうまいやつをプロだって最終的にはね、みんな走れないここら辺超うまいけど。でもそれで名門を維持できてるってすごいですね。そうだね。あとは渋幕とか、ああ、いやで野中だよね。野中に負けたんでしょ。野中に負けました。渋幕外人が多いイメージありますけど。そうだね。野中ってこの代は野中ってやった。俺らの時準決勝3-0かな。2-0 2-0、うん、あ、渋幕か。決勝は渋幕です。あ、決勝ならこうか。違う、俺準決勝が渋幕だ。3-0かな。そうで、逆側があれだ、野球とか、その。とてもだから、本当にこの式の代は千葉県が入れるような年だったからね。うん、全部千葉県そうなんですよ。冬の選手権でしょ、夏の関東もそうか。関東もそうですよ。関東ならしようか。関東が違う優勝です。インターハイならしよう。インターハイならしよう。で、全中も高砂の中ならないでしょ。そう。で、そんな市原と習志野の選手が合同になって国体の結果を優勝だっけ。初優勝ですね。違います。国体の優勝。ダントツで優勝。すごいな、やっぱ千葉って。サブまで J リーガーでしたね、俺らの台は。ああ。誰誰サブまで J リーガーだから。誰ですか。だから、まあ、北島もサブだったし。あ、そうか。サブの北島もサブです。だって福ちゃんとかいたから。福ちゃん福田。ああ。うん。ケンジで。うん。ちゃんもいたし、のんびもいたし、みくりや、村松、西脇、服部もいましたからね、その辺で。で、マルセロ行って、アッキがいて、アッキがいて、ジョージョ行って、マコト行って。強いね。キーパーはどっち？キーパーは桜井と、一個下の岸川だったんですよ。岸川もプロ行ったんですよ、フリューゲルス。渋幕の一個下のキーパーで。鉄とか出なかったからね、西脇とか。この前でもなんか記事になってくる。もう8人ぐらい J リーガーで優勝してる。うん、そうですね。そこまですごいよね。市船出身で日本代表、A 代表に選ばれてるって北島さん。北島ちゃの。ちゃのさん。あ、ちゃの、あ、そうか。ちゃのさん。野口さん。野口さんも入ってね。野口さんも得点王になった年は入ってるからね。J リーグで得点王すごいよね。まあ、でも未だワールドカップに出場したことがない。あ、そうだよね。だから予選もあるけど、本大会には誰も行けない。もう一回生まれ変わったら一番行く。どういうシチュエーションですか。だから同じ時代をもしこう中学校3年ぐらい過ごせるのであれば、うん、自分はどういう選択をしたらか考えるかと思います。俺提供行ったかもな。提供行けるっていうことで全然考えていいですか。そうそうそうか、もしくはもうサッカーやんないで俺プロゴルフ。ゴルフ。でも本当に小学校4年生ぐらいの時からプロサッカー見て一軍をしててさ、うん、行きたいと思ってて、うん、みんな多分そこ目指すよ、うん、でプロになりたいのプロなんてなかったから、で身近なものでいうと高校サッカーに憧れはみんな多分すごく持ってたと思うし、本当にだからあの青いのを着て試合やって出てね、優勝までするとは思わなかったから、ね、すごいやっぱ考え深いよね。うん、時代を過ごした今回は初優勝だからね。見てましたよテレビで。中3段行けるから。そう考えたら俺はもう行くんだって、優勝するんだって、それはやっぱ本当にさ現実になることないじゃん。うん、なんか本当すごいなって思うよね。うん、いつ決めたんですか。自分は、うん、いつ決めた、いつ決めたって行きたいなと思ったら小学生だけど、最終的に決めたのはあれだよ、中3で声かかってから。あ、そうそうそう、声かかってから。そうだね、声かかってからね。からその前にほら提供方法もかかってから、はい、遠いのに行った場所がありますね。遠いのに提供すごいですよ。仲間、同世代でどこ行く話ってあるじゃないですか。だから俺ね、トレセン入ってるからないんだよ、うん、知らないの。あ、そうなんですか。そう、誰が来るとか。そう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 、なんとなくこの中学校のこいつうまいとかはあるけど、はい、別に一緒にサッカーやったわけないし、だから高いじゃんって俺中学生に話してないしね。小は話してないから、中で話しかけた留学とかよくしてたよね、隣の中学校だった
伊藤さんもね、ほんと東京戦では一番出るでしょうね、伊藤さんが関東戦もそう言って、うん、一回自分と比べちゃうもんね、どっちが分かる、絶対俺も上手いって思っちゃう。でもずっとフォワードですよね、うん、よしさん。そうだね、考えてみたら、もっといろんなところできる選手になって多いな俺が左線でばっかりやったら怖いでしょ。いや、できそうですけど、そのまま帰っちゃうんだ一緒にサッカー やらせていただいた時、あれサッカーやったっけ。いや、誘われて行きましたよその時なんか、ゲームかったよ。いや、僕の話はいいですけど、長谷川太郎にダメ出しされて、どうしようも違う太郎さん、マーク外れてるよって言われてあの時、ディフェンスやってましたよね。そしたらよしさん、じゃあ俺多分、たまたま歩いて後ろ飲んでない。あ、そうなんですか。でも、飲むなんかまだサッカーやってるじゃん、すごいね。いやもう、やらせてもらってる感じですけど、たまによしさんとやっぱりやると、一番キレてるもん。今何だからね、俺蹴れなくなったらサッカーやると思う。ヨシさんって練習好きだったりすること時期あったんですか。ない。練習以外とかよく言われたけど、うん、確かに練習好きだったらそんなにいないじゃないですか。そうなので、この練習楽しいとかはあるけど、やっぱゲーム形式が一番楽しいよね。まあそうなんだ。だって今じゃ考えられないよね、センタリングシュートやったらショートクロスとか、うん、懐かしい。初食ね、初食それが終わったらナッシュがあるから、みんなね、体力温存。体力温存したいんですよね、こう。ああ、そうなんだ。それがまた走るようになってるんだ。僕みんなでサッカーやるの？いや、ゴルフだ。やるんだって、ちょっと。そう、やってた。うん、やってた。で、ノブなんか、俺たまに行こう。一緒に行きましたね。勇気やってないの？僕、できないです。よし、やろう。すいません。いや。サッカーにしてください、せめて。次回、ゴルフ。いやゴルフだって俺できないもん。じゃあだから違う、大丈夫、できないと思っちゃない、できると思わないからね。わかりました、できます。だってプロゴルファーの方とゴルフ場かなんかで対談してるんだよ。してました、よく全部見てる全部見てくれてるからで、今回はこっちこう言おだったけど、ほんとちょっとコース回りながらなんかどうだ。いいっすよ、お願いします。やりますよ、よしさんになったら。四季さん、現役の指導者なので、コメントはちょっと難しいと思うんですけど、今の市船のサッカー見て、なんか思うことってあります？ただ、例えばその自分たちの世代の、まあ、戦術的なこと含めて、だいぶ変わったなとか。技術的には俺らの時より上手いんですかね。見てると上手いようには見えるけど、同世代で戦ったら、どうなんですか？勝てる。なんでね。まあ、なんかそういうスペシャルな、こう飛び抜けてる選手があまり見えない。うん、気はします。平均的そなんか打ったら入っちゃう人がいたし、突出した子いないよね。みんなうまいもん。みんなうまい。ワクワクする選手は少ないもんね。そうなんだ。何かやってくれんじゃねえ、まだプロ見ても同じように僕感じてしまいますけど、その昔と違って何かしてくれるっていう選手が。そうだね。ロブ、お前西村のなんかベストイレブン。ベストイレブン大体見てれば、ああ、こういうことするな、こういうことするなっていうのが分かるけど、うわ、こう来たかみたいな時には、すげえなっていう、ヨシさんが、俺のこと見てれば勝てるから、だから俺はずっとですから。今、ここに置いて、こうやって蹴れば、こちらに行く。イメージでいいですよ。イメージでいいですよ。蹴ることじゃない。